夏雲は海上自衛隊の護衛艦、峰雲型護衛艦の2番艦。艦名は夏空に浮かぶ雲に由来し、日本の艦艇としては旧海軍朝潮型駆逐艦7番艦、夏雲に続き2代目。夏雲は第二次防衛力整備計画に基づく昭和41年度計画2100トン型護衛艦2205号艦として、 浦賀重工業で1967年6月26日に寄港され、1968年7月25日に浸水、1969年4月25日に収益し、同日付で第一護衛隊軍令下に新編された第22二二護衛隊に峰雲と共に編入され、呉に配備された。以後、両艦は除籍されるまで30年間同一の隊を、 編成し、一度も総幹部を転籍することなく号を母校とする。本艦は、国産の72式射撃式装置1型 B が、試験的に導入され装備された。1978年3月31日午後9時30分、頃、静岡県尾前崎南方約120キロの、演州灘で訓練中、潜水艦、朝潮と接触。朝潮の潜望橋及び、 夏雲の右スクリューが一部破損した。当時、この水域では、朝潮を目標とした対戦攻撃訓練を実施中であり、朝潮が約16メートルの潜望強深度で、夏雲と接触した。1981年12月15日から1982年6月15日の間で特別改装工事を行いご看板のダッシュ装置が撤去され、 アスロック発射器を装備。1982年3月27日、第22護衛隊が第2護衛隊軍令下に編成がえ。1984年、遠洋練習公開に参加。1986年3月19日、第22護衛隊がクレ地方隊令下に編成がえ。1995年8月1日、練習艦に種別変更され。 艦席番号が TB-3512 変更。練習艦隊第1練習隊に編入。1999年3月18日、除籍。総工程は67万610.4回りであった。AB 海上自衛新聞。1999年4月9日。第1面。ミネグモ。夏グモ自衛艦機を返納。海上自衛隊ニュース。 世界の感染第255号解任者1978年6月144ページありがとうございます。